はい、皆様こんばんは。ヘビーレインの続きやっていきましょう。今回はですね、折り紙殺人鬼から、渡された、第二の試練、蝶ですね、をやっていきたいと思います。第二の試練、蝶は蝶々のマークがあるところが目印です。変電所かな、発電所、変電室、まあ、ええわ。よくホラー映画とかでも出てくるところですね。ここは古い発電所だ。閉鎖されたと思ってた。蝶々のマークがあります。罠かもしれない。注意した方がいいな。これ入り口入れないので、遠回りします。蝶々。って、どこに行けばいいんだ？何かヒントはないのか？俺はここで何をしたらいいんだ。だいたいね、ビリビリしてますので、蝶の形に折られた折り紙、蝶を探せばいいのか。なんとなくもう想像はできると思いますけどね。こっから入ろう。手を怪我するなよ、絶対だぞ。ああ痛え。ドジだな。さてと、中に入んなきゃいけませんので、ちょっと視点が見にくいね。電力コンデンサー、この音を聞く限りまだ動いてるな。うん、閉鎖はされていないようですね。扉に蝶、そこに行かないと。こっから入りましょう。さてと、そしたら、この明らかに怪しいところに入ります。よっよっ。このね、ホラーゲームとかでよくあるこのサビとコンクリートの感じ、いいですね。そしておもむろに置かれてるマッチです。今回は似せていきません。マッチです。よっ。暗いんだね。ちょっと画面明るくするんであれだけど、非常に本当は暗いんですよね。 L1 で中に入ると。しまった。誰もいないのにしまっちゃったんで、これでもう前に進むしかないんですけど、もう多分明るいんで前見えてると思うんですけど、これは嫌な予感しかしませんよね。初めからパイプに入るべきじゃなかった。自殺行為だ。パイプの先は嫌な予感がする。そうなんですよ。の破片、カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。張って進むしかない。うわ、痛え。傷つけないようにゆっくりと。痛え。ゆっくり行きましょう。でも痛いもん痛いけどね。左か右か。ここはマッチをつけると、マッチの火、空気が来る場所が分かる。風をたどればいいだけだ。なのでその通りにしてゆっくり行きましょう。これ右に行けってことですね。軽ちょい押しでグッと押して、こう真っ赤に画面を真っ赤にしてもいいんですけど、あまりやりすぎると気絶しちゃうみたいですね。いい塩梅で。これはもう右はもうビリビリってね、これ左戻っちゃうからね。左に向かいましょう。で、正面は行き止まり。
痛い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 、これ多分肘もそうですけど膝もね、膝もこう相当刺さってるでしょうから、ガラスの破片で嫌な感じに刺さるんですよね。一応使いましょうか。左に行ってますね。じゃあ左にと、こちら側に向かっていきましょう。ちょいよしちょいよし、ちょ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 、バックバックバック、わざわざ視点が見にくいね。違う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 、そう、戻って戻って戻って、わざわざ痛い思いしてる。こっち左行ってほしいんだよ。イーさん、イーさんイーさん、ちょっとそっちに行ってほしいんだけど、イーさん、そうそうそう、そっちに、そうそうそう、そっち行ってほしい。そっちじゃないから。ネズミ。なるほど。奴らが入れたなら、俺もここから出られるはずだ。分かっちゃいるんですけど、イーさんが思う方に動いてくれない。よいしょ。単純に左に行ってほしいんですけど、なぜか。なぜかイーさんが振り返ってしまう。視点変えよう。ここをそっちに行ってくれ。やっと行った、やっと行った。死んでしまう。何度もくる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 してしまって、余計痛い思いをしてしまった。無駄な負傷をしてしまったね。さあ、ここは左ビリビリいってる。ってことは、右に行っちゃった方がいいのかな？大丈夫、大丈夫。もっとね、痛い時はもう画面真っ赤になりますね。あんまりやりすぎちゃうと失敗と。ここの操作感すごくやりづらいな。あとは少し、あと少し。頑張れ、頑張れ。ちなみにこう、コントローラー、振動でビクンビクンしてます。相当痛いんでしょうね。ラストスパート、おら、一気に行くぜ、ぐい押しだ。ちょっと赤くなりました、周りが。抜けた先にもガラスが。痛い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 けど、体を起こしてショーンのために。どこに続いているかもわからない。終点は地獄かもな。ジャンプするかしないか、冗談だろ。ね、この穴に入るってことですね。どっちにしても選択の余地はないな。他に出口はないんだ。しっかりしろ、イーさん。頑張れ。行くぞ。仕方ない。選択の余地はないってことか。わ、血だらけだ。ちょっと狭いよね。狭いウォータースライダーだよね。行きまーす。イーさん、行きます。うう。さあ、体を起こして。だいぶ弱ってんな。電気ビリビリしております。ビリビリしていない場所を探していくんですけど、これちょっと忘れちゃったな。たまに試練失敗もいいかもしれんな。
あそこまでたどり着けばいいんですけど、よーく見ると電気があんまり通ってない場所があるので、そこを通って進んでいけばいいと。電力コンデンサー自体がここを通らないと蝶にはたどり着けない。あそこ行くとギブアップですね。危ない危ない、ここ行くとギブアップになっちゃいます。生きているうちに帰ろう。ここで死んだらショーンが救えない。諦めるつもりはない。ショーンのためなら最後までやり抜かないと。集中だ、集中しろ。少しでも間違えれば感電するぞ。ここがほらビリビリいっていないので、でも触ったらビリってきますのでね、触らないように、触らないように。1個目を抜けましょう。さあ次、さあ次、どこがビリビリいっていない。こっちはビリビリいってますね。通れる場所と通れない場所があるので、ビリビリいって、ここは抜けられないよね、狭すぎてね。あ、でもどっちだっけな、動いてねえな。その先こっちかな、こっち行こうか、こっち行こう。触れると死ぬぞ。さあ抜けられるか。 OK。 ふぅ、さあ蝶は見えた。感覚がまちまちだ。通り抜けやすそうなコンデンサーもある。これ無理じゃねえか。蝶だ、あそこに蝶のマーク、あそこに行こう。電力コンデンサー、これ進んでねえか、これ蝶にたどり着く。これは無理では、いやもう触れてる気がする。あ、だだだ、これは無理ではないか。あ、でも抜けたか、はあ、感電してしまった。視点を変えましょう。ここは無理、こっちですね。ここは抜けられそうだ。ちょっと触れちゃったな。できればもうちょっと先進みたい。穴ないの、高いところ。あー、今ちょっと失敗、ちょっと失敗ね。はあ、ここは無理だ。これもないと高えな。そこはダメだ、ここだな。これコース間違えましたね。間違ってはいないのか。うわ危ない、ギリギリ、ちょっと当たったな。ちょっと当たってしまいました。ちょっと落ち着きましょう。他の出口を探さないとダメだな。コンデンサーが動いてる。ちょっとでも触れれば丸込めだぞ。いや、コンデンサーを一つずつよく見ろ。正しいルートを進めば無事に脱出できるはずだ。正しくないルートを今行ったので、だいぶ苦戦しておりますが、でももうここまで来ちゃったら行くしかないですね。これはもう戻るのはもったいないので、こっち行くか。ここしかないですね。もう行くしかない、行くっきゃない。今度こそボタンを連打、きついな。キープし続けなきゃいけないんだけど、意外とね、油断してしまう。さあこっちへ行くか、こっちへ行くか。こっちの方が通りやすそうではあるが、
ちはバチバチって難しそうだな。でも切れてはいるんだよな。あとね、先が見えないのが怖いですね。ただ右行っちゃうと多分行けなくなってしまうので、これはもうここ行くしかないですね。あー、押すのが難しい。さあ連打、ボタン4つ押し、難しい難しい。5個目、抜けました。さあここはもう正解ルートでしょう。ここ抜ければおしまいだ。抜けたい。その先どうすんだ。あ、これは無理なのか。え、いけたいけた。あ、飛んだのか最後。よし、はあ、気分が悪い。これ以上無理だ。さあ2個目の試練を超えましたよ。だいぶ水位が上がってますね。ちょっとずつヒントが。私のせいでだいぶ感電したので相当具合悪いと思います。どうしてもクリアできない場合はギブアップしちゃうのも手なんですけどね。その分ヒントがなくなりますけど、感電しちゃいました。さあまた変わりましてくれ、マディソンですね。お尻がセクシーなマディソン、不眠症なのでここに来ていると。ちょっとな、また怪我をしてるイーサンを発見。医者を呼ばないと放っておけないわ。落ち着きなさい。私にも手当てはできるはず。相当怪我してるな。よっ、重い。めっちゃ感電してますからね。L1、 体を起こして、重たい。これ離したら落とすのかな。ね、さっき怪我したばっかりのにまた大怪我してる。イーサン、イーサン、ねえ聞こえる？意識がないですね。一体どうしてこんな状態になったの？まあ反応はせん。これあれ、しまわなかったのっけ？この折り紙は何なの？何に使ってるの？なんかしまわずに出てきたんだっけ。イーサン、イーサン、どういうことよ。あ、怪我してます。この胸のは火傷の跡。
ひどい熱だわ。腕がひどいわね。傷を消毒しないと。怪我だらけですね。またちょっと、看病しなきゃいけません。傷の手当てをするから服を脱がすわね。痛そう。腕とか傷だらけだろ。うわ、やけどが。これはひどい。ひどいやけど。私に手当てができるかしら。ちょっとじゃあもう一回このモーテルにあるもので手当てしましょう。結構いっぱいあったもんね。それを想定してか。試練と看病パートですね。医者じゃないけどできる限りのことはするわ。まずは消毒からしなきゃいけないのかな。薬、何かいこうかな。熱がすごいのでお薬をじゃあ先に飲んで楽にしてあげましょう。熱を落とす解熱剤かな。そしたら今度はやけどかな。熱そう。これで胸の、私が操作をミスったばかりに優しくしなきゃいけないのか。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ガサツなんだ。ごめん、そっと塗るわね。ちょっとパワー系なんだ。難しいな、これ。ごめん、そっと塗るわね。ちょっとパワー系なんですよ。じゃあ、ちょっとこっちから。ああ、でもごめんなさい、切り傷に火傷の薬つけちゃった。ごめん、ごめん、違うんだ。ドエスで。ドエス。ちょっと、そっと塗るわね。いや、結構難しい、これ。何度もイーさんが死にかけてる。最後まできっちり塗らなきゃいけないのか。2回目もやんなきゃいけないのね。気を抜いちゃいけないわけだ。これで痛みは収まるわ。すいません。そしたら次は何か。腕の傷ひどい目に遭っちゃったからね。間違えて塗っちゃったよさっき。逆にEさんがこれは胸はやめとこう。いや、これ苦手なんだって、この優しい操作がすごい苦手で、さらってまともに扱えないんだから。もうちょっと優しく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 長えよ。最初早いもんだってな、俺傾きが。ああ、むずい。発電重力が難しい。傷は消毒したわ。最後は絆創膏かな。絆創膏が包帯ですね。あ、これは簡単。これはもうスクリューパイルドライバーですけど。サイクロン。サイクロンジョーカー。両手じゃないの？開
怪我してもそっち、あ、こっちの手だけだったのか。体を刺すのはそっちだけだったのね。くる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 。うん。よし。多分胸にも包帯を巻いてあげてるんでしょうね。できるのはここまで。気分はどう？イーサン、意識がない。今は待つのみね。起きることを祈って。さて、眠ってしまったか。だいぶ眠ってしまいましたね。気分はどう？あんまり。どのぐらい寝てた？3時間くらい。3時間か。なぜよくしてくれるんだ。知り合いでもないのに。そうするしかなかったのよ。放っておくわけにもいかないし。イサンはでも時間がないので。不眠症でここにいるって言ってたっけ。そうだけど、そのことについてはあまり話したくないの。危険な生活を送ってるみたいね。好きで知ってるわけじゃない。マフィアとのトラブルとか借金とかそういうこと。マディソン、君には本当に感謝してる。でも君自身のためにも何も聞かない方がいい。手伝えることはないの？これは僕の問題なんだ。君はもう十分に助けてくれたよ。そう。まああんまり他人にはね。行くわね。首突っ込めないからね。お大事に。いい子やね。本当セクシーだな、お尻が。さ、そしたらもう次の試練を確認しましょう。次はトカゲが、これトカゲ、ホカゲ様。さあ次の試練です。